始まりますな。北斗神拳と南斗聖拳の戦いが。リハクさん、あのレイという方が使う南斗聖拳とは一体？天空に二つの極星あり、それすなわち北斗と南斗。経絡飛行を突き、内部からの破壊を極意とする北斗神拳を陰とするならば、外部から突き入れ全てを破壊する南斗聖拳は陽。その南斗聖拳の中でも最も華麗な技を持つ男、なんと水長拳のレイ。この戦いは壮絶なものになるでしょうな。むごいことをするものです。何のことでしょう？レイさんに胸に7つの傷がある男がエデンにいることを教え、彼がエデンに来るよう仕向けたのはあなたなのでしょう？ユリアさんの従者であるはずのあなたたちにとって、ケンシロウは憎むべき存在なのですか？いずれわかります。貴様が北斗神拳の男か？名は何という？ケンシロウ。俺は、なんと水長拳のレイ。これが何かわかるか？
いや、最初は純白だった。ウェディング用のケープだ。今では俺が倒した男たちの返り血ですっかり汚れてしまった。これは妹のアイリが結婚式につけるはずだったもの。こんなご時世だ、いい女ほど高く売れる。俺の留守に村を襲った奴は両親を殺し、アマツさえ幸せをやっと掴もうとしたアイリを連れ去ったのだ。俺はその男の顔を知らぬ。ただ父が生き絶える前に北斗神拳を使う、胸に七つの傷のある男とだけ言い残した。答えろケンシロウ、貴様がアイリをさらったのか。知らん、俺ではない。お前はそう言うだ。だがな、その胸にある七つの傷、その傷がある男を俺はずっと探していた。そして貴様は北斗神拳の使い手、もはや言い逃れはできんぞ。どうやら何を言っても無駄なようだな。いいだろう、かかってこい。だが奥義を尽くさねばこの俺は倒せんぞ。倒さねばならん。ケンシロウ！
なんと水晶剣奥義飛翔白麗。わけにはいかん。アイリはどこだ。お前が吐くまで絶対に諦める。もうやめろ。いえ、ケンシロウ。そこまでだ、レイ。ケンシロウさん、二人が戦う理由はもうありません。うるさい、そこをどけ。あの方を前にしてもまだ戦われると。何？アイリか。なんてことだ。夢か。生きていたのか、アイリ。兄さん、本当に兄さんなの？アイリ、そうだ、俺だ。妹をさらっていたのは別の男だったようです。
ケンシロウさんは関係ない。ケンシロウ、俺は過ぎたことだ。それよりもすまない。よかった。ユリア様が愛した男、もう間違いはなさそうですな。これで我らもようやくお役御免ですな。リハクさん、どうしてあの二人を戦わせたのです？あの男は一度レイと同じ南都政権の使い手シンという男に負けています。そしてユリア様を奪われた。ユリア様を守りきれなかったのです。復讐は果たしたようだが、ケンシロウのもとにユリア様が戻ったとして、ユリア様をその後も守り続けられる器量があるのか、この目で確かめたかったのです。ユリア様の従者として。そうだったのですか。キサナ様、あなたにはご迷惑をおかけした。眠っているユリア様のこと、そしてケンシロウのことをお願いします。我らはエデンを出て外界の動きを探ってまいります。ユリアさんが元気になったらまた戻ってらしてください。おそらく戻らないでしょう。ユリア様が幸せである限り我らの出番はありませんから。では。ケンシロウさん、あなたはもしかするとこの時代を照らす光なのかもしれませんね。ならばあなたに私の知っているすべてをお話ししましょう。どうやら長い間視覚を失っていたようだ。さらわれた後に一体何があったんだ、アイリー。なぜ光を失ったんだ、教えてくれ。どうしたんだ、アイリー。生きて兄さんに会えるのだった。目を塞ぐのではなかった。何？さらわれた後、私には言葉にすることもできないような絶望しかなかった。でも兄さんにもう一度会いたい。自ら死を選ぶ勇気もない。そんな私がこの世界で生きていくには何も見えない方が。そう思い、この目に薬を。お前、自分の手でやったのか。本当にひどい目に遭ってきたんだな。くそ、許せねえぜ、この子をさらった七つの傷の男って野郎は。しかし、ケンシロウでない以上、どこの誰が。
アイリさん、その七つの傷の男の顔は覚えているのですか？いえ、男の顔は知りません。あの男はいつも黒いヘルメットをかぶって顔を隠していたわ。許せん。それ以上の涙はもう必要ない。え？アイリ、その目は？まだぼーっとだけど見えるわ、兄さん。ケンシロウ、これは？賢明という飛行をしておいた。いずれ全ての光がよみがえるだろう。な、本当か？信じられない。またこの目で兄さんを見つめられるなんて。やったぜ、やるじゃねえかケンシロウ。よかった、本当によかった。どうやらお前にはでかい借りができたようだ。礼を言おう。積もる話もあると思うの。私たちは外に出てましょうか。ケンシロウさん、本当にあなたは素晴らしい方ですね。では今度は私があなたとの約束を果たさねばなりません。ユリアの話聞かせてくれ。はい、明日の朝またここにお越しください。ケンシロウさんをご案内したい場所があります。わかった。ではゆっくりお休みください。いい夢を。大した野郎だなお前は。今日を撃退しちまうし、あのカサンドラだってたった一人で陥落しちまうんだからよ。お前やっぱ最初から違うなって思っていたんだよ。俺の目に狂いはなかったぜ。あ、どうしたよケンシロウ。俺もかつてレイと同様、一人の女のためだけに生きていた。俺はある男に婚約者ユリアを奪われた。そのユリアをこの手に戻すためだけに俺は生きた。だが死闘の末、ユリアの行方を分からず、残ったものは例えようのない孤独だけだった。クン。それも今日までだって。明日にはキサナがお前の知りたいことを教えてくれんだろ。だったら今日は俺の酒に付き合え。全部俺がおごってやるよ。いろいろとてめえには世話になったからな。ふん、病み上がりだろう。今日はおとなしく帰って寝たらどうだ。こんな時代だぜ、祝わるときに祝わないでどうすんだよ。ほれ、ジャグレ様についてこい。おい。
北斗百裂拳。
おい。いいえ。の。の。はい。はい。いや。
人敵。